ツビッカウ市電はドイツの都市ツビッカウ市内に路線網を有する路面電車。2020年現在はツビッカウ都市交通事業によって運営されておりツビッカウモデルとも呼ばれる規格が異なる普通鉄道からの直通運転が行われていることでも知られている。ツビッカウ市内の路面電車の歴史は1892年にニュルンベルクやマインツの企業によるコンソーシアムによる 市内の軌道交通や発電所の建設が、つびっかう市によって認可されたことに始まった。翌1893年に発電所の稼働が開始した後、1894年4月からは、路面電車の試運転が始まり、翌月の5月6日、つびっかう市電は営業運転を開始した。以降は、路線の延伸が続き、1926年に、系統名が、 色から数字に変更された時点で4つの系統が存在した。また、その間の1916年には、スビッカウ市電や発電所の運営権が、コンソーシアムからスビッカウ市に移管され、1927年からは、路線バスの運行も開始された。1936年には、スビッカウ中央駅が開業したことに合わせて、折り返し用ループ線を備えた路線の延伸が、 実施され、1938年に開設されたトロリーバスとともに、スビッカウ市電は重要な市内の公共交通機関として活躍したが、第二次世界大戦中は一部の系統の運休を余儀なくされ、1945年4月には空襲により全区間の営業運転が停止した。ドイツの敗戦後の5月以降は運行が再開されたものの、アメリカ軍と ソビエト連邦軍の占領区域の影響により、3号線については区間を縮小した上で、復旧工事が行われた。戦後、東ドイツの路線となった、スビッカウ市電をはじめとする、スビッカウ市の公共交通機関は、幾度かの再編を経て1951年以降、人民公社である、スビッカウ市輸送会社によって運営されることとなった。 路線の再度の拡大は1962年から実施され、1965年からは乗客自身が乗車券に刻印を行う信用乗車方式に移行した。その一方で1975年には路線バス路線の拡張により、旧市街に路線を有していた3号線が廃止されている。その後、1982年に運営組織が再編され、 カール・マルクスイコール・シュタット県が運営するスビッカウト市交通輸送会社となった。車両については開業時から長らく二軸車が使用されていたが、1987年に初の連接車となる KT4D の導入が開始された。当初はプラウェンからの転属車両が使用されたが、後にチェコスロバキアの KD タトラ製の新造車両も導入された。 KT4D はその後のツビッカウ市電の主力車両となり、1989年に延伸された1号線の区間にも KT4D が集中的に導入された。ドイツ再統一直前の1990年にツビッカウ市都市交通輸送会社に再編された後、1991年以降、路面電車を含むツビッカウ市の公共交通機関は、 ツビッカウ都市交通事業によって運営されている。同組織は設立以降、ツビッカウ市電の積極的な近代化を推し進めており、1992年には2号線の延伸が行われ、1999年10月1日には旧市街の路線、3号線が事実上の復活を果たし、2005年にも2号線のさらなる延伸が実施されている。 また車両についても1993年以降、超低床電車の導入が行われ、長らく使用されていった二軸車は1995年10月28日をもって営業運転を終了している。2019年には開通から125周年を迎え、東ドイツ時代から使用されている KT4D の塗装復元や車庫の一般公開などのイベントが開催されているが、 東ドイツ時代に付設された路線や、施設の老朽化が課題となっており、口述の通り上記運休を余儀なくされている路線も、現れている。1999年に開通した路線のうち、スタッドハレ駅から、旧市街にあるツビッカウ・チェントルム駅までの全長 1.4km の区間には、ツビッカウ郊外で列車の運行を行っている、ホークトラント鉄道の機動車が、 直通運転を実施している。フォークトラント鉄道とつびっかう支電は、期間が異なるため、直通区間には、双方の期間に対応した参戦軌道が敷かれている。ほか、直通運転に使用される機動車については、ブレーキランプやウィンカーなどドイツの路面電車規格に適する機器が搭載されている。また、同時に運用が始まった。 ツビッカウ中央駅からグリュックアウフセンター駅までのフォークトラント鉄道の区間については廃止された貨物鉄道の線路が転用されている。1999年5月30日に実施されたダイヤ改正で直通運転のダイヤが設定され、ツビッカウ市電の電車よりも先に乗り入れが始まった。これによりツビッカウ中心部から離れた場所に位置する。 つびっかう中央駅や郊外地域への利便性が大幅に向上した。開始当初に導入された車両は、デュアグとシーメンスが共同開発した低小機動車のレギオスプリンターであったが、2020年現在は、シュタドラーレールが展開するレギオシャトル RS1 が用いられている。この運転形態は、規格が異なる普通鉄道と路面電車を直通する。 トラムトレインの一つとして位置づけられ、ツビッカウモデルとも呼ばれている。ツビッカウ市電の路線網のうち、ツビッカウ中央駅方面の区間については、線路の老朽化が進み脱線の危険があることから2019年12月13日以降、長期にわたって運行を休止しており、改修工事の開始は早くても2023年が見込まれている。そのため、 2020年現在これらの区間を走る系統はすべて休止しており、スビッカウ市電は以下の2系統でのみ運行されている。平日の始発列車の発車時刻は非常に早く、3号線は午前2時57分、4号線は午前3時10分から運行を開始する。また、8火所の電停については、利用時に事前の予約が必要なオンデマンド方式が用いられている。 2020年現在、ツビッカウ市電に在籍する営業用車両は2形式、31両である。また、これら以外にも営業運転を退いた旧型電車が4両減存し、1994年に設立されたツビッカウ交通機関愛好協会による動態保存が実施されている。KT4D かつてチェコスロバキアに存在した。 鉄道車両メーカーの KD タトラが製造した路面電車車両。急曲線や狭い車両限界など厳しい車両条件に適した構造を有する2車体、連接車で一つの車体に一つのボギー台車が設置されている。つびっかウし電には東ドイツ末期の1987年から1990年にかけて導入されており、一部車両は プラウエン市電からの転属車両であった。2020年現在の在籍数は20両だが、そのうち1両は事業用車両に改造されているため、営業運転に用いられるのは19両である。GT6M、NF 車内全体の床上高さが3 5 0ト、mm、ルに統一された、バリアフリーに適した三車体連接式の超低床電車。 スビッカウデンには1993年から1994年にかけて12両が導入され、残存していた二軸車を完全に置き換えた。2010年代後半からは、チェコのセゲレッツとドイツのドイツ、鉄道車両整備会社によって、電気機器の交換、運転台の再設計、車内の整備及び塗装変更などの大規模な更新工事が行われており、2019年に、 完了した917を皮切りに2020年までに全社の工事を完了する予定である。ありがとうございます。